うわー、理科室って感じだね。後ろから押さないでよ。ロク、お前先に行け。やだよ。さすがリーダー。いや、リーダーさん。そうか？俺は何も聞こえなかったぞ。気のせいじゃない？ってさ。怖いって思うから物音が聞こえるんだよ。あんなはっきりした物音なのに聞こえてないりっちゃんがすごいよ。褒めるなよ。褒めてないし。おお。いや、冷静にしていられる場合じゃないだろう。むしろこういう時こそ気を動転させようよ。そうだね。思いっきり気を動転させてもいい状況だよね。我慢しろよ。ついてきてやってるんだから。そうだよ。ねえ、そっちやばくない？ああ、準備室だよな。よくないよ、あっちは。いや、勇気ある撤退も時には必要だと思う。賛成。じゃあ行くしかないよ。得てしてそっちの方が危ないんだよ。ホラー映画では最初に逃げ出したやつが殺されるから。そうだね。Thank you.
あれ、さっきと雰囲気変わったね。え、そうか。なんだろう。ん？スメラギ君も堂島君も消えてしまった？どういうことです？私は仏剣さん出動の要請はしていませんでしたが、それはあくまでも噂話の領域、怪談といった類のものです。噂の真相については現在調査中です。あなたたちは軽はずみな行動を取るべきではなかった。しかし堂島君、スメラギ君の両生徒が消えてしまった。これは噂ではなく事実です。急ぎ対処しなくてはならない。いえ、あなたは動かない方がいいでしょう。堂島君もスメラギ君もあなたより経験豊富な仏剣さんです。その二人が消えてしまったのです。
今まで以上に慎重に行かないと。仲間を助けたいという気持ちは分かります。ただお分かりですね。あなた一人の力ではどうにもならない。せめて近藤君がいれば。残念ながら近藤君のご両親から健康願いが届いています。とにかくこの件はこちらで処理します。いいですね。それまでは勝手な行動を慎むように。これ以上あなたを危険な目に遭わせないとお母様とも約束をしている。お母様と私は戦友です。それは私が答えるべきではない。いつかお母様がお話になるでしょう。ええ、ただ私にも、そしてあなたの亡き父上、そしてお母様にも、今のあなたと同じ青春の1ページがあった。そこで育まれたのが生涯続く3人の友情なのです。はい、失礼。私は電話に出ますが、あなたはもう教室に戻りなさい。もしもし、私だ。調査にダメやって釘を刺されたやろ。気持ちはわかる、わかるけどあかんって。ん？なんでじっと睨むん？けど、ワイがいなくなったら心細いで。
有効なアドバイスを受けられへんで。え、ウソン。いい手を思いついたっす。疑ってんの？やっぱここは龍一でしょ。すごく嫌な顔したね。龍一の力を借りよう。けどロクちゃんやリクトがこんな目に遭うてるって知ったら絶対協力してくれるよ。もともとリーダーやったんやし。せやろ？ん？なんか気乗りせえへんの？そうかな。アンさんの方に問題ありって感じなんやけど。二人の間に何があったか知らへんけど、龍一に会うの気が重いか？じゃあどうしたん？ロクちゃんやリクトを助けられるんはアンさんと龍一だけとちゃうんか？